沖野俊太郎、沖野俊太郎、沖野俊太郎、1967年3月23日体は、シンガーソングライター、お羊座、血液型は B 型。学生時代からバンド活動を始め、ブレークのきっかけとなったビーナスピーター以前には、小山田圭吾、コーネリアスと、ベラド、ビロードというバンドで、セルフラブポートレートという7インチを表している。 2003年にリリースしたアニメラストエグザイルのオープニングテーマクラウドエイジシンフォニーをはじめ2005年ガンクソードといったアニメの主題歌挿入歌を手掛けた子から小学6年生の頃テレビで原田真嗣を見て初めて音楽に夢中になる原田真嗣ファンクラブに入会中学時代ザ・ビートルズを知り仲間とバンドを結成 同時に作曲も始める。当時のオリジナル曲はカセットテープに録音されまだ所有している。沖野のオフィシャルサイトにはカセットテープのデザインが使用されており、ブログにてカセットって捨てられない。デザインもかっこいいと研究。高校時代、ザ・ビートルズ、ザ・ローリング・ストーンズ、ザ・フー、ザ・クラッシュ、ザ・ジャム等の王道ロックにニューロマンティックの影響を加えたようなバンドで活動。 ほとんどがオリジナル曲でコンテストなどにも出場するが後期は得られなかった。服職専門学校時代、モッツバンドシャウトを結成。マーチオブザモッツ、モッツメーデー等のイベントに出演するが、クールで生かした他のモッツバンドと異なりものすごい、エナジーを誇るバンドだったため異端自扱いされる。いわばほとんどパンクバンドだったためか当時の対ンに、コホ本、ヒロトの率いるザコッツがいる。 また、ザ・バイクス、ザ・コレクターズとは何度か対バンをしている。最終的にモーツたちのファッションやスタイルへの執着に嫌気がさし、バンドを脱退。ある日、原宿にて女性キーボーディストにバンドのボーカリストをやってくれませんかと声をかけられ、それまでのバンドではボーカリストではなくギタリストだったためギターならと参加する。その後、同キーボーディストは雑誌、 ポップイで見つけた、小山田圭吾、元フリッパーズギター、フリッパーズギター、原別名、コーネリウス、コーネリアスを、バンドのボーカリストへ言う。元に沖野と小山田に目をつけたその女性キーボディストとは、後に小山田とフリッパーズギターとしてデビューする、井上由紀子。井上の働きかけによる、後に知られる、渋谷系の誕生のきっかけともなる、このバンドは、特に目立った活動もないまま。 沖野と小山田による、新バンドベラド、ビロードの結成と共に活動停止。1988年、ベラド、セルフラブポートレートをオフィスパラーからリリース。自作用の楽曲は、その録音が終了していたものの、レーベルの失作によりお蔵入りとなる。しかし、後の沖野のバンドビーナスピーターで再録されリリース、される。アルバム、ラベムリン収録、マイティ、ミスティックアイズ。 このバンド機を通じ、小山田の影響で、沖野も有形インディーを聴くようになる。引っ越しの多かった、幼少期の影響か、生来の放浪癖か、急遽沖野の米国ニューヨーク行きにより、ベラドは解散。1989年、都米1年後、ラジオから流れるザ・ストーン・ローゼーズに衝撃を受け今度は、都営。ロンドンに滞在し、マドチェスター、マットチェスターに、 大いに影響を受けて、半年後に、日本に帰国。1990年6月、在英時の知人を通して知り合ったメンバー等による、バンドビーナスピーター、ビーナスペーターでの活動を開始。1991年8月、ビーナスピーター、ワンダーリリースレコーズ、UK、プロジェクトの1991年設立レーベルの第一弾ミュージシャンとして、アルバム、 ラベムリン、シングル、ドゥ・ビー・イー、フリーをリリース。1992年、ビーナス・ピーター、ワンダーリリースレコーズに席を置いたままポリスタート、契約、ファーストメジャーアルバム、スペース・ドライバーをリリース、トラットリア。1993年6月、ビーナス・ピーター、アルバム、ビッグ・サット・テーブルをリリース、トラットリア。 1994年2月、渋谷クラブクアットロでのライブを最後に、ビーナス、ピーター・解散、ソロ活動を開始させる。1995年2月、ファーストソロシングル、ザ・スピリチュアル・ライジング・ワンダー、リリース・レコーズ、続いて5月にファーストソロアルバム、ホールド・スティル・キープ・ゴーイング・ポリスターをリリース。1996年、シングル、 セット目フリー、セカンドソロアルバム、エレクトロカオ、リリース、ワンダー、リリースレコーズ。1997年、タロヨダ、DJ ヨダ、ヨダタロウコンパイルのトランスミックスアルバム、モーニングトラックスボリューム122曲を提供、キ、オーオンソニー、ソニーミュージックエンターテインメントジャパン。1999年より、 ソロユニット、インディアンロープ名義でのリリース開始。1999年10月、インディアンロープ、ストーンブッタ EP、リリース、トラットリア。2000年2月、インディアンロープ、ダウンサイズド EP、リリース、トラットリア。2000年8月、インディアンロープ、ニューリケード EP、リリース、トラットリア。2001年1月、インディアンロープ、アルバム、 リンボリリース、トラットリア。2001年7月、インディアンロープ、アルバム、ギンミエブライターリリース、トラットリア。インディアンロープ名義の楽曲は、当時の自宅スタジオである、川口湖、フェゼントスタジオにて制作され、オールトラックス、コンズド、または、リトゥン、アレンジド、パフォームド、ミックストアンドプロデューストバイシュンタロー、オアズ・インディアン、ロープアット・フェゼントスタジオ、またはこれに、 同等のクレジットが全リリースに見られるようになる。ただし1999年のインディアンロープデビューシングルにあたるストーンブッタ EP は大きいのが東京居住中に自宅録音したものであり、同作の録音スタジオクレジットはインディアンロペアットヒズベッドルーム。なお、インディアンロープとして最初に発表された楽曲は1999年3月リリースの コンピレーションアルバム、プレイゴ、99収録、マッド・マッド・ワールド、トラトリア。2002年、インディアン・ロープ、ポート・オブ・ノーツの、イントゥ・ザ・ライトのリミックスを手掛ける、クルー・エル。同12インチのサイド A は、元電気グルーブの砂原義則による、リグレットリミックス。2015年12月現在、この作品が、インディアン・ロープ名義の最後のリリースとなっている。 沖野本人は、インディアンロープの音楽について、インディアンロープこそ、再評価されるべきだ。と強く思うと同時に永遠に評価されない感じも、かっこいいよね。要は、他人の評価より自分で愛すべき音楽だと思える。それが一番の幸せ。と言及。2003年、テレビ東京系、アニメ、ラストエグザイルの、オープニングテーマ曲、クラウドエージシンフォニー、挿入歌。 スコヨーライチン、アイキャンシー、エイハート、ヘッドインザ・クラウズ、ビクター・エンタテインメントを手掛ける。2005年、テレビ東京系、アニメ、ガン、エックスソードのエンディングテーマ、エーライジング・タイド、エーライジング・タイド、コーリング・ユー、挿入歌としても使用を手掛ける。同年、1年だけの期間限定で、ビーナス・ピーターを再開させることを発表し、 10月25日、ビーナス・ピーターオフィシャルサイトオープン。2006年9月、ビーナス・ピーター13年振りのアルバム、クリスタル・イズ・ド・リリース、コガ・レコーズ。ツアーと並行し、沖野俊太郎ソロワークとして、同年10月発売のソニーデジタルカメラソニーサイバー、ショット M2 の広告音楽を手掛ける。同ソニー、デジタルオーディオプレイヤー型ウォークマンの、 内蔵でも音源を提供。2007年、新バンドオーシャンの活動を開始。同年8月、ビーナス、ピーターのアルバム、クリスタルイズド、オリジナルリリース2006年が、韓国のハッピーロボットからも、リリース、グランドミントフェスティバル2007、2007年10月7日、会場ソウルオリンピックパーク、ソウル特別誌に招聘され出演する。 それに合わせ日本国内でもビーナス、ピーターのライブを行う。2008年、バンドオーシャン、ミニアルバム、オーシャンをセルフリリース。同年12月、オーシャンに在籍しつつ、ソロパフォーマンスでのライブ活動を開始させる。ソロアルバムの制作と合わせ、インターネット上で、ミュージックビデオ、ライブ映像、デモテイク、カバー曲、リハーサル音源等をアップロードする。 その後オーシャンとしての活動は休止の胸が公式にアナウンスされる。2014年6月、ビーナスピーター8年振りとなる新作、ノーウェア EP をリリース、コガレコーズ、1回限りのインストアライブをタワーレコード渋谷店にて行う。2014年12月、ツイッターオフィシャルアカウントにて、2015年1月末からアルバム、銀味エブライター。 インディアンロープ名義、トラットリア、2001年以来となるソロアルバムのレコーディングを開始することを発表。2015年11月11日、レーベルインディアンサマーより14曲入りフルアルバム、カ a エア発売。レーベル特設サイト、アルバムとコラボレートした、ニットキャップ発売、CA4LAA、ツイッター上のキャンペーンとして、名優。 小山田敬吾によるリミックス曲の限定視聴などのキャンペーンが行われる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。